俺はお前だ。俺はお前を否定したかった。前の言ったことなんて知らねえよって。今は違う。この行いに意味が生まれるのは、俺が死んで何百年も経った後なのかもしれない。大きな何かの歯車の一つに過ぎないんだと思う。まで呪いを殺し続ける。それが、この戦いの俺の役割なんだ。